こんにちは、今日は西美佐子です。2013年のトレンドメイクは、ファンデーションは、ツヤのある、まあ、ナチュラルなベースなんですけど、目元やリップを色物で遊ぶ、カラーメイクが、トレンドになると思います。2013年のトレンドのカラーはゴールド、エメラルドグリーン、ブルー、イエローなどが来ると思うので、今日はそれを使ってメイクしたいと思います。まずはメイクアップフォーエバーのアクアライナーを使います。グリーンを際に入れていきます。だいたい黒目の外側からちょっとはめる感じで入れるといいと思います。そしてまたメイクアップフォーエバーのアクアアイズペンシルを使います。こちらはゴールドです。これを先ほど引いたグリーンの上に重ねていきます。そして、目の下にはカラーパレットのサマーの、この色を使います。だいたい3分の1ぐらいつけていきます。こんな感じです。で、目頭にもカラーパレットのちょっとイエローがかったハイライトをと上にも少し入れてあげます。眉も今年はナチュラルなんですけど、太眉で、輪郭を結構輪郭をはっきり描く方が今年っぽいので、こちらのグローミネラルズのジラルブローブラシを使います。このブラシはこちらの方が太く斜めにカットされてて、反対側の方もブラシになっているんですけど、すごく細いブラシになってます。こちらの細い方で、ラインをかけたりとか、そういう使い方もできるのですごく便利です。で、ブラシと一緒に、アイブロウパウダーはこちらもグローの、アイブロウパウダーの、ブラウンを使います。まず細い方のブラシで濃い方の色を取ります。濃い方の色で下のラインを描いて、太いブラシで、こちらの2色タイプの明るい方の色をこの太い方で、中身を埋めてあげると、すごく色が入りやすいと思います。残ったもので鼻筋を落としてあげて、どうでしょうか。こちらのメイクは普段しているメイクですね。そしてチークはベビースキンな肌が、トレンドでもあるので、チークは少し明るめの、こういうピンクを使ってあげるといいと思います。少し中に入れてあげると可愛らしく見えます。これは余談なんですけど、リップも今年は、オレンジ系のレッドが流行るので、これをこのままつけて
けてしまうとすごく濃くなってしまうんですけど、指で、ポンポンと軽くつけてあげると